山智弘樹です。今日は PDR サンタクが秋葉さんから回ってきたので、ちょっと質問とかに答えていこうと思います。この PDR サンタクなんですけども、1人が3人いまして、その3人がそれぞれ3人いましてという感じで、質問を投げかけていって、どん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 こう拡散していくという感じのゲームなんですけども、PDR さんから、ヘタレ B ボーイさん、ヘタレ B ボーイさんからヒカキンさん、ヒカキンさんから瀬戸さん、瀬戸さんから秋葉さん、秋葉さんからやっと僕という感じで、この PDR さんタグが、回ってきたので、今回はちょっと答えていきます。はい、早速なんですけども、質問1、ユーザーネームの由来は、はい、ヒロキムービーズなんで、そのままですね、俺の動画たちです。はい、次の質問です。質問に、好きな季節は、これはもう夏です。最近寒くなってきました。もう冬なんですけども、冬はダメですね。僕冷え性なんで、寝るときとか靴下ですね。あともっと寒くなってくると湯たんぽですね。もう完全に指先とか足先、指先がもうかじかんで寝れなくなってしまうので、寒いのは本当に苦手です。夏はもうめっちゃ好きです。まずビールがうまい、それにつきますね。ビールがうまい、あとは夏の匂いとかが結構好きですね。何でもいいんですけど、なんかじいちゃんばあちゃんち行ったら畳のイグスの匂いでもいいんですけど、蚊取り線香だったり、プールの塩素だったり、あとはかき氷のあのちょっと体に悪そうなシロップの匂いだったり、ガリガリ君のソーダ味の匂いだったり、あとは風に草の匂いが混じってるあの匂いだったり、あとは屋台とか、そのお祭りとか行った時の屋台のあのいろいろな屋台の匂いが混じったような感じとか、あと発電機の音もいいですよね。あの夜のバリ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 っていう、あれは音ですけども好きですね。あとはなんだろうな、夏、ああ花火の、火薬の匂いがいいですね。花火だけじゃなくて自分の胸も焦げるような感じがしてすごい好きです。はい、次、嫌いな食べ物は、はい、基本的に好き嫌いはあまりないです。ただ一つだけちょっと苦手なのがあります。それが、生のトマトで、しかも形があるものですね。こうゴロッとそのままかじったり、あとはこうブツブツっとあの冷やしトマトみたいな、ああいう形があるものはちょっとダメです。こうみじん切りにされてたり、あとスライス、あとはトマトジュースとかはもう全然大丈夫、大好きなぐらいなんですけども、形があるトマトだけが、あのミニトマト、プチトマトも同じです。皮がすっごい張りがあるのに、歯が刺さるとブチャッといく、あの感じがふわってなります。4つ目、好きなキャラクターなんですけども、好きなキャラクター、なんか幅が広いですね。なんか絞った方がいいですよね。アニメキャラクターにしましょうか。じゃあ今パッと思いつくのは、スラムダンクの宮城亮太、りょーちんですね、は好きですね。あとは悠々白書、悠々白書なら陽子いいですね。あと V も好きですね。はい、そんくらいにしときましょう。はい、そして最後の質問、5つ目なんですけども、好きな所有物トップ3は、まず第3位なんですけども、今撮っているこのカメラ、はい、キヤノン EOS60D です。まあ、やっぱりこう毎日のように使って、これがあったからこそこう YouTube で活動できてるというのがあるので、一応好きな所有物トップ3の3に、この EOS60D を選びました。はい、そして第2位なんですけども、これです。ナノユニバースのバックパック、これもうかなり使い込んでふにゃふにゃだし、あとボロボロなんですよね。でもそのくらい好きで、もう何年もずっと使っています。もう形だとか、なんか色味だとか、サイズだとか、もう個人的にはバッチリでしたね。すごい気に入って、使っていました。
はい、そして栄えあるトップ1位、第1位はそうですね、多分皆さん分かってると思いますけど、これです。はい、クリストファー・ロイド、バックトゥザフューチャーで、ドクを演じていらっしゃるクリストファー・ロイドさんと一緒に撮った記念写真です。サインもバッチリいただいています。これがやっぱり一番今は気に入っているかなという感じです。はい、というわけで僕の方は以上です。そして僕が3人に回さないといけないので、それを発表したいと思います。秋葉さんが僕以外の2人、お二方なんですけども、は年齢の近い方を言ってたんですよね。なので僕も年齢の近い YouTuber さんをできるだけ探して回したいなと思いました。というわけで、1人目は空のポイントでおなじみの空の音、空のさんに、回してみたいなと思います。空のさんは普段 iPhone のケースとか、あと iPhone の周りのガジェット類を、紹介していらっしゃる方です。同い年ということで今回空のさんに回してみます。そして次なんですけども、僕よりちょっと下の方なんですけども、これは動画めっちゃ面白いですよ。岡戸さんで、はい、岡戸さんのアカウントネームなんですけども、ゲニウェイなんですよね。ちょっと聞いてみたいなと思います。はい、そして3人目なんですけども、究極の癒し系 YouTube ダントツナンバーワンの癒し系、猫犬動画に次ぐ癒し系みたいな感じの方ですね。奈良品工房さんにお願いしようかなと思います。奈良品工房さんのアカウントのユーザー由来もぜひ聞いてみたいですね。あとは空野さんの最初の K とか、はい、その辺もぜひ聞きたいなと思います。というわけで今回 PDR さんの PDR さんタグが回ってきたということで、僕の自己紹介的なものをさせていただきました。それではお三方にバトンをタッチしたいと思います。じゃあ